それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。クリノドラゴン、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくクリノドラゴン行きました。続いて前へ行くのはサンマルレジェンド、さらにはゲンパチルシファー、4番ヘラルドバローズ、その後ろサンマルレジェンド先手を取りました。すぐ後ろにアイコンテーラー、これに続いてキリンジ、少し離れてカフジオクタゴン続いています。その外からハギノアレグリアス、フルボート、そのうちに続いています。さらにはバニャール、その隣にニューモニュメント、その外にサンライズホープ、緑の帽子、同節、その後ろ、この辺りで各馬第2コーナーから向正面に入りました。最後方にロードフレス、各馬砂陣を巻き上げ進んでいきます。さて先頭に戻りましょう。13番ゲンパチルシファー、一気に先頭に立ちました。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前はゲンパチルシファー、まだ粘っています。サンマルレジェンド、ほとんど差がありません。間を挟んでアイコンテーラー、3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はゲンパチルシファー、離れてアイコンテーラー、ヘラルドバローズ、その後ろキリンジ、その後ろ4コーナーカーブから直線コースに向きました。最後の追い比べ、先頭はサンマルレジェンド、外からアギノアレグリアス、残り 200m、 アギノアレグリアス先頭だ。2番手はキリンジ、アギノアレグリアス先頭だ、アギノアレグリアスゴールイン、2着は微妙です。アギノアレグリアス見事このレースを制しました。スタートしました。ゲンパチルシファー、好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくゲンパチルシファー行きました。続いて前へ行くのはサンマルレジェンド、さらにはヘラルドバローズ、7番アイコンテーラー、その後ろ先手を取ったのはサンマルレジェンド、間が空いてキリンジ、その外からカフジオクタゴン、その後ろにハギノアレグリアス、その隣にサンライズホープ、内からはバニャール、すぐ後ろにフルボート、その後ろに同節ロードフレス、そのうちに続いています。並んで6番ニューモニュメント、この辺りで各馬第2コーナーのカーブから向正面に入ります。最後方にクリノドラゴン、各馬砂煙の中をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。8番サンマルレジェンド、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ8番サンマルレジェンド、サンマルレジェンド、さらにリードを広げます。2番手はゲンパチルシファー、間を挟んでキリンジ、3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はサンマルレジェンド、間が空いてゲンパチルシファー、4コーナーをカーブして、さあこれからです。サンマルレジェンド先頭、外から勢いよくバニアール先頭、200を切った、後続は何も来ない。残り 100m、 一気にロードフレス、バニアール先頭だ、バニアール、バニアール、1着2着はロードフレス、3着にアギノアレグリアス、バニアール見事このレースを制しました。スタートしました。ヘラルドバローズ、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくヘラルドバローズ行きました。続いて前へ行くのはアイコンテーラー、さらにはサンマルレジェンド、1番キリンジ、その後ろ先手を取ったのはヘラルドバローズ、そして大きく離れてゲンパチルシファー、この位置です。すぐ後ろにハギノアレグリアス、緑の帽子、カフジオクタゴン、その後ろこの位置にフルボート、バニアール、そのうちに続いています。その外からニューモニュメント、内からはロードフレス、その外にサンライズホープ、この辺りで各馬第2コーナーから向正面に入りました。その隣に同節しんがりからクリノドラゴン、各馬砂陣を巻き上げ進んでいきます。もう一度先頭から、4番ヘラルドバローズ、依然として先頭、2馬身から3馬身のリード、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前はヘラルドバローズ、2番手はサンマルレジェンド、間を挟んでアイコンテーラー、3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はヘラルドバローズ、離れてサンマルレジェンド、キリンジ続いています。カフジオクタゴン続いています。その隣からはハギノアレグリアス、ヘラルドバローズ先頭、2馬身ほどのリード、しかし後続の手応えもいい。残り 200m、 先頭は依然としてヘラルドバローズ、サンマルレジェンド迫る、サンマルレジェンド抜き去った、サンマルレジェンド1着2着は微妙です。勝ったのはサンマルレジェンド、このレースを制したのはサンマルレジェンド。
スタートしました。好スタートを決めたのはカフジオクタゴン。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくカフジオクタゴン行きました。続いて前へ行くのはサンマルレジェンド、さらにはアイコンテーラー、4番エラルドバローズ、その後ろ先手を取ったのはサンマルレジェンド、間が空いてキリンジ、その外にゲンパチルシファー、これに続くのがハギノアレグリアス、内からはフルボート、その外からサンライズホープ、並んで6番ニューモニュメント、バニアール、そのうちに続いています。同節それに続きます。内からはロードフレス、向上面に入っていきました。しんがりから栗のドラゴン、各馬砂陣を巻き上げ進んでいきます。さて先頭を見てみましょう。4番エラルドバローズ一気に先頭に立ちました。その隣にサンマルレジェンド、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてエラルドバローズ、サンマルレジェンド、ほとんど差がありません。間を挟んでキリンジ、3番手後続も追い上げていきます。さあ先頭はエラルドバローズ、サンマルレジェンド、その後ろ離れてキリンジ、その外からはハギノアレグリアス、内からはゲンパチルシファー。4コーナーカーブから直線コースに向きました。エラルドバローズ先頭、後続との差は3馬身以上。このリードを保てるか。あと 200m、 2番手はハギノアレグリアス、エラルドバローズ、これは体勢決したか。エラルドバローズ1着、2着は微妙です。エラルドバローズ見事このレースを制しました。スタートしました。エラルドバローズ、これはいいスタートを切りました。バニアール、ダッシュがつきません。ダッシュよく飛び出してエラルドバローズ花に立ちます。その後ろからはカフジオクタゴン、この馬も上がっていく構えです。さらにはサンマルレジェンド、7番アイコンテーラー、その後ろ先手を取ったのはエラルドバローズ、そして大きく離れてキリンジ、この位置です。その外にゲンパチルシファー、並んで6番ニューモニュメント、ここにつけたのがフルボート、これに続いてサンライズホープ、内からはバニアール、その外からハギノアレグリアス、この辺りで各馬第2コーナーのカーブから向上面に入ります。ロードフレス、そのうちに続いています。同節すぐ後ろ最後方に栗のドラゴン、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。4番エラルドバローズ依然として先頭、さあ先頭は依然として4番エラルドバローズ、2番手はサンマルレジェンド、間を挟んでアイコンテーラー、3番手後続も追い上げていきます。さあ先頭はエラルドバローズ、離れてサンマルレジェンド、間が空いてアイコンテーラー、フルボート続いています。内からはバニアール、第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。エラルドバローズ先頭、外からニューモニュメント、あと 200m、 さあ先頭は今度はニューモニュメント、2番手はエラルドバローズ、ニューモニュメント先頭はニューモニュメント、1着でゴール、2着はクリノドラゴン、3着にゲンパチルシファー、勝ったのはニューモニュメント。このレースを制したのはニューモニュメント。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。先行争い何が行くでしょうか。サンマルレジェンド前に行きそうです。アイコンテーラー、それに続いています。さらにはエラルドバローズ、13番ゲンパチルシファー、その後ろサンマルレジェンド、先手を取りました。大きく離れましたキリンジ、バニアール、すぐ後ろその外からハギノアレグリアス、その隣にカフジオクタゴン、すぐ後ろにフルボート、青の帽子ニューモニュメント、その後ろロードフレス、そのうちに続いています。その外にクリノドラゴン、内からは同節向上面に入っていきました。その外にサンライズホープ、各馬砂陣を巻き上げ進んでいきます。さて先頭を見てみましょう。8番サンマルレジェンド依然として先頭、2馬身から3馬身のリード、これに続くのがエラルドバローズ、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として8番サンマルレジェンド、まだ粘っています。エラルドバローズほとんど差がありません。間を挟んでアイコンテーラー、3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はエラルドバローズ、サンマルレジェンド続いています。間が空いてゲンパチルシファー、4コーナーをカーブして、さあこれからです。エラルドバローズ先頭、内からぐんぐんとアイコンテーラー先頭、200を切ったアイコンテーラー、余力は十分か。さらに引き離していきます。2番手はエラルドバローズ、アイコンテーラー、まさに完勝、今ゴールイン。2着はエラルドバローズ、3着にクリノドラゴン、アイコンテーラー、見事このレースを制しました。